で、翌日分はちょっと待ってください。23だからこれかな。これだ。で、翌日。そう、間違えて買いました。このぐらいのサイズだったらごま油もいいなと思って。でもあのサイズのごま油って存在しないですよね、多分。あと家には、ごま油とか前買ったやつあったんで持ってくればよかったのにまた忘れてた。だいう。で、翌日がものすごいいい天気だったんですよね。で、翌日は襟裳岬の手前からスタートして、で、襟裳岬から様に、これ鉄道の終着駅ですね。あ、終着地ですね。で、日高本線沿いにずっと行って、日高の三石町ですね。まで行きました。あ、細いごま油もある。吉田拓郎。なんで何が吉田拓郎なんだ。で、朝のキャンプ場です。100円ショップありますかね。ごま油、割とでかいやつしかなかったような。酢と間違えて、コーレグースっていうのは古い、沖縄の調味料ですね。エリモの春、何もない。エリモ岬の歌知らないんです、未だに。知らないの、あれ、どれだっけ。ゴルフ場ではないです。さっきの夜の写真撮ったのはこの辺りですね。で、ここに管理棟が写ってないや。あ、これか。ここにありますね。そうそう、青森のやつですよね。で、放送はしてなかったんですけど、夜と全く同じメニューを作りました。材料半分残してたんで。そう、設定超ビビッドです。超でもなんか普通にビビッド設定かな。あ、襟裳岬の歌は吉田拓郎だったのか。四国の右下、こんばんは。もやし。あ、ちなみにこれ煮込んでる途中の味噌煮込みうどんです。袋の裏見るとですね、2分煮てほぐして、で、2分煮込んで、で、味噌のを入れて、もう2分煮込めって書いてあります。3回煮込めって書いてあるんですよ。そう、焼き鳥もやし。まあ、豚串ですけど、焼き鳥もやしです。自炊も。朝はちょっとめんどくさいんですよね。朝はできるだけ早く出発したいと思って、まあ大体9時になるんですけど。そう、煮込みうどんです。自炊はそうですね、楽なんで、ご飯炊くとですね、大体こびりついちゃうんですよ。あと時間かかるし。6分は、そうそう、スガキ屋の味噌煮込みうどんは6分かかります。で、テント畳んで、あ、そうだ。この時に気がついた。持ってきてた iPhone5 ケーブルが。iPhone5 ケーブルが。結構よくこうなるもんらしいですね。いつの間にか切れかけてました。切れるというか中が露出してました。この樹脂のところが寿命なんでしょうね。あ、やっぱりありがちか。で、iPhone5 ケーブルって100均で売ってないんで、これ切れてしまうと大変なんですよね、旅行中は。で、結局この後、買い直しました。あ、ちなみにこれ応急措置です。アップルのケーブルはそうなんですかね。純正のやつはかなり頑丈だと思ってたんですけど、結局こうなっちゃうんですね。あ、そう、マカロニもいいって聞きますね。世界一周の野口康夫さんだったかな。の本にもマカロニのことが書いてあった。私はあの辺りの本を見て自転車旅行を始めたっていうのもありますね。自転車旅行をやろうと思って、ノウハウ的な本として。ん？加水分解で、あ、女子が。セロテープ。いや、あ、いけたのっていうのは、未だにいけてます。まだ、新しいやつ使ってないんですよ。会社にも持ってって使ってます。あ、ちなみに今回買ったの黒いケーブル、同じ iPhone5 ケーブルの黒いケーブル買ったんですけどね。白の方が良かったな。黒いケーブルしか持ってないから、USB 系は。白いと iPhone 用っていう区別がついてるのがつかなくなってしまった。で、晴天の中出発です。純正高いですよね。純正じゃないのも1500円以上しますよね、大体。100円台のやつは、いろいろ脆いらしい。マカロニで。あ、小鍋でも。あ、拭きにくいのかな。
で、これって何山脈になるんだっけ、あの岬の方じゃなくてこの山は何だっけ、まあ何らかの山です。この日は天気良かったですね。とこの日からかな特に。あ、そう、自転車養成講座、私は初版の方が絵的に好きだったかな。友達100人、空気、レジン、あのケーブルの方ですね。純正ケーブルじゃないと、そんなもあんのか。まあ、ここまであと牛はいっぱい見てるんですけどね。まあ、改めて 牛写真です。電子レンジで。あ、でもあの非接触の充電ありますよね、今。日高山脈になるのかな。あれですよね、日照峠の裾の方というか、日照峠の南側の山ですよね。そう、あの黒毛和牛なのかな。で、朝10時に襟裳岬到着です。この辺りは風の館の辺りかな、展望台のある辺りで、海綺麗なんですよね、天気もいいし。今までで一番綺麗に見えたのは奥尻島の時の海だったかな。死ぬほど暑かったですけどね。北海道はホルスタインの、ああ乳牛のイメージですね。でも黒いやつとか茶色いやつもあのちょくちょくいます。ウニ取ったら違反になるんでしたっけ。で最初にですね、あの展望台の方に行かずに別の道があったんで、この右側の方ですね、の方に行ったらお祭り準備してました。で近づいていったら、あの準備してるワコードたちがこっち見るんですよね。さすがにあまり近づくべきじゃなかったかな、準備してるところまで。あの部外者が頭にカメラをつけて。ああそう、エリモのユースは基地がユースだったらしいんですけど、私が昔泊まった時はもうそんなでもなかったんです。で、あとから到着したあの、若い女の子たち。わかりづらいな。手振ってたんですよ。アコード。そう、若い女性が。そう、頭にカメラ2つついてますからね。で、集まってから、練り歩きがスタートしました。練り歩き。もうちょっとなんか名刺ないのかな。更新でもないし。確かこれ先頭だったかな。あの神様の馬の神明がいますね。あ、そうそう、音量、あのトラックの スピーカーじゃなくて、メガホン、あれやばかったですよね。割れまくってましたね。すごい。桃岩ユースが今のところ唯一残ってるところかな。桃岩とエリモと、あとどこだっけ、どこだったっけ、まあいいや。で、これ見てるときですね、山水閣っていう旅館の前で見てたんですけど、そこの、オーナーさんとかお母さんとかと話してるうちに、その、まあ、オーナーさんなのかな、まあ、お父さんというか、旦那さんというか、あ、これはあの子供たちです。あー、顔モザイクした方がよかったかな。でも祭りだしな、どうなんだろう。で、その、あの、山水閣の旦那さんが、あの、ツイッターで見てたんだったっけ？ニコ生で見てたとかで、あの、名刺のやり取りとかして、で、そっからコーヒーごちそうになったりしたんですよね。で、このコーヒーごちそうになる前後の写真って実は一枚もないんですよ。やっぱり私も緊張してたのか、あの、写真をすっかり撮るの忘れてました。残ってる写真がなぜかこれしかない。で、山水閣さんでコーヒーごちそうになりました。で、旦那さんがツイッターで、あの、今俺ん家にいるとか書いてましたね。みこしが担ぎて、あの、数も多かったんですよね。見物人は私と山水閣さんと、周りの家の人も多分いたと思います。祭りだから、気にすぎたら逆になんか、あれですよね、あれ。うん、ツイッターは多分エリモでキーワード引っかかったんだと思います。自動的な。で、その後、
あの旦那さんからそうそう、あのこの後名刺が、あれ待てよ、名刺の写真残してたっけ、ちょっと待ってください。あ、あるな、まあ先出しとくかな、これ、あの山水閣さんの名刺と、三崎の方にある、三崎の方ってこれ三崎か、無敵食堂っていうところの名刺も、あの絵は同じなんですけどね、あのまさかの自転車ネタだったんでちょっとびっくりしました。でこれはあの青春昆布っていう、何ですか青春昆布ってのは、何のことなんでしょうか、ちょっと実は私分かってないです。青春昆布という漫画じゃないですよね。でもなんかこの辺りのあのマルシーがついてるのは藤田昆布加工場さんなんで、藤田昆布加工場さんの青春昆布です。あ、漫画でもあるのか、へー、の名刺をいただいたりしました。でその後あの場所を移してバス停の近くでやってたお祭りを少し見て、ちょっと写真はこんだけかな。でこの左下に固まってる子供たちが茶化すかなんかして、この同級生なのかな、踊ってる女の子の誰か殴られてましたね。まあ、殴るというか、はたくというか。私つらい、コピー、ん?コピーっぽい、コピー。昆布のパッケージもあるんじゃないかな、多分。スパッツいらない、どういうこと?スパッツがいらないとは。黒いハッピー。取り下げてた設定背景をオリジナルということで復活。ん?取り下げてた。なんかあったのかな?ちゃいちゃ。でその後あの岬の方に行って、結局これ私がさ、あの出て この後ろの鍋がいいですよね。この普通の鍋、あと明らかに専用じゃないこういう袋とかも、あの点数高いですよね、ポイント高いですね。あとタオルが直にあの結んであるところとか、うん、これあのビアンキのなんだろう、クロスパイクですよね多分。あとご当地のシールやら何やらがいっぱいくっついてる。結局これは誰のか分かんなかったです。あ、まあもう30分か。全然進まなかったな。じゃあ次枠、もう一枠いきます、後ほど。うん、専用品じゃないところがなんか味ありますよね。ありがとうございました。もうすぐに次は取ります。それでは、でさっきあのお祭りやってたのはこのバス停のあたりなんですよね。ちょっと戻ったあたり、ただ本当に地元の人たちだけでやってる感じでしたね。観光客の人が来てるわけでもなくて、だから本当にタイミング的にはあのバッチリなタイミングでしたね。タイミング的にはバッチリなタイミング。お、いらっしゃいませ。あと20秒。少しは先の写真を見て、ストーリーを意識しておかないと。お、いらっしゃいませ。よし、じゃあ続きやります。で、あの、生活感の点数が高い自転車を見かけたっていうところまででしたね。ホタルとかクリオネ、やっぱ北海道の方が多いですね。で、東大の方に行って、ワンコン、あ、これか。これあの、なんだっけ、なんかですね、あの、ちっちゃいやつ。七輪は重いですよね。でもそういうの無理して積んでるのもかっこいいな。で、灯台があって、で、私が昔来た時にはあの霧で霞んで全然見えなかったとこです。あの、襟裳岬です。ああ、水平線傾いてるな。相変わらず私は水平が出ない。お、いらっしゃいませ。で、あの、ここにはアザラシがいるっていう風に聞いてて、前来た時は全然見えなかったんですけどね、そもそも霧で。で、今回もまあ見られる可能性は低いだろうなと思ってたら見られました。2匹だけだけど。お、いらっしゃいませ。うん、襟裳岬です。そう、やっぱり右下がり。
あのいないなと思ってたら、あの隣に立ってた人たちが、カップルの人が、あのいたいたとか潜ったとか言ってたんで、で撮れた写真はこれとこのぐらいですね。このアザラシのツルツルの頭分かりますかね。アザラシどうかな、ある程度数いるだろうから全部は名前ないんじゃないですかね。エリちゃん、いや結構数いると思いますよ。ゼニガタアザラシです。ちなみに、あ、ラーメン次の写真ですね。ん、ゴマフじゃなくて確かあのゼニガタアザラシって書いてありましたよ。ゼニ状のなんか斑点というかの模様が全身にあるっていう。いくら下はゼニ型の漁師の、あ、そうなんですかね。でこの後あのツイッターで、気をつけてきて来てくださいみたいなメンションをもらってた、あの無敵食堂さんに行きました。昔の名前はあの霧の笛の無敵で、今それ文字ってあのインビンシブルの無敵になってますね。でこれがラーメンと鬼丼のセットで、いくらだっけ、2000円だっけ、確か1800円だったか2000円ぐらいだったと思います。でやっぱこっちですよね。で放送中も言ってましたけど、私はこのぐらいの鬼丼が一番、ありがたみが分かって美味しいと思います。あのですね、昔、でかいうな重並みにウニが敷き詰まった3000円の食べたことあるんですけど、3500円かあるんですけど、途中でありがたみがなくなってくる、もったいないです。値段的にもこっちの方がいいですね。ウニの1500でそのぐらいの比重だと思いますよ。あ、キュウリってついてるもんじゃないですかね。どこ産というのは確かに分かってないな。で、こっちは多分、なんだろう、ホッキじゃなくて、まあ、なんらかの貝が乗ったやつです。なんらかの。で、さっきあの、コメントにスクール水着ってありましたけど、この無敵食堂さんは、なんかキーワードを言うと特典があるみたいな話をコメントで聞いて、でその日によって変わるキーワードがこの日はスクール水着だっていう話だったんですよ。で多分これコメントは騙そうとしてるんだろうなって最初は思って、あの無敵食堂さんのツイッター見てたんですけど、ね、マジでスクール水着って書いてあったんで、で店員のお姉さんにすいません、最初にキーワードって言うんでしょうかって、はいって言われて、スクール水着って言ってで、もらったのがこれなんですよね。三水閣さんと同じ、絵的に同じ名刺でしたね。こっちがの無敵食堂さんの裏面の方で、こっちが三水閣さんの表面の方、これ、裏表一緒なんですよ。で、その、店員のお姉さんも特に反応返すこともなく、淡々と名刺を渡してくれて、あれはそういう設定なのかな、そういうプレイなのかな。そうなんだ、プレイだ。私もそう思いました。という感じでした。あとこれサマニちゃんっていうゆるキャラなのかな、ゆるキャラだけじゃない気がするんだけど、この近くのちょっと山の中に入ったところにハート型の綺麗な湖があって、それのキャラクターらしいです。あれ、サマニちゃんじゃなかったっけ。トヨニンって書いてあるけど、これサマニちゃんじゃなかったですか、確か。あれ、トヨニン、いや、トヨニンじゃなかったと思うんだけどな。で、ツイッターでもバブーとか言いながら暴言吐いてたと思います、確か。そうそう、フナッシー系ですね、多分これは。海には兄貴の方ですね。で、襟裳岬でえらいゆっくりして昼過ぎまでいましたね。で、その後、今度は追い風に乗って、しかもこの綺麗な青空の下走りました。この辺りが一番気持ちよかったですね、今回 の、 走った中では。そう、襟裳岬の周辺はちょっとアップダウンありますけど、綺麗なんですよね。あ、捕捉されますかね、危険だな。で、あちこちで、もう大体終わりだと思うんですけど、昆布干してます。さっきもありましたけど、この先で、昆布干しとトンネル工事やってますとか書いてあったくらいに、あちこちで梱包してあります。だいたいこういう砂利が敷かれた駐車場っぽいところは昆布干し場なんですよね。うん、襟裳岬のこれ3日目 ?1、2、3、 3日目か。本当に天気良かったです。綺麗でした。風はですね、この日追い風だけだったんで最高でした。
に岬の方からいつも吹いてるんですかね。ちょっとこれ電線入っちゃってますけど、キラキラが綺麗です。砂というか砂利ですかね。砂だとちょっと ついてしまいそうだし、原生植物は結構こういうこの辺りもこんな感じですよね。一番あれ人工でどうにかしてあるのかな、日の手が入ってるのかな。羅臼じゃなくてこの辺りは日高の昆布っていう名前だったと思います。こんばんは。今が一番仕事的にですかね、反射が綺麗でした。あと鹿の飛び出しの看板が半端じゃないです。飛び出しまくってます。私今回これ初めて見たかな、昔来た時は多分なかったと思う。4時間でか、重労働なんでしょうね。でも日高昆布のりこ なぜのりこ。あ、野生の鹿は北海道に限らずですけど、北海道は特にいっぱいいますよ。いくらでもいます。多分地元の人は駆除してほしいなっていうレベルだと思いますけどね。あと途中にあるこれはバス停ですね。多分ここはダミーのスペースなんだと思う。でこれだったら止まれますかね、まあ、中の椅子次第だけど。ん、しっかり引かれ得なかった。増えすぎ、そうそう、全国で増えてますよね鹿は。牛が普通に、あ、昔来た時は確か牛に横切られたことあります。あ、高速で、うん、鹿肉割とちゃんと加工してあったらうまいんですけどね。 ありがとう。私もそれはそのイメージありますね。ヒグマの餌食って増えたら今度はヒグマの方が怖いですね。うん、リンガハット。私は鹿ステーキっていうのを西伊豆、中伊豆かな、あそこは西伊豆の範疇かな、で食べたんですけど結構美味しかったです。うん、あ、これは廃屋っぽいところに住み着いてた猫ですね。最初1匹だけ見かけたんですけど、次々に中から出てきて3匹ぐらいいました。まあ野良猫なんですけどね、子猫よりちょっと大きいぐらいかな。模様的にも親子っぽい感じはあまりしなかったですけど、どうですかね。ちょっとコメントが今飛んで、投稿にも鹿はセシウム濃度そんなに濃縮されてるのかな。でまた海沿いずっと走って、これはサマニですね。さっきの終着駅があるところ。で私は昔ここの辺りで確かなんだっけ、卵丼かなんか食べたんですよね、駅前の食堂で。でこちらが駅です。猫の集会所、中にもっといっぱいいるのかな。耳が、うん、この日は本当に空が綺麗でした。しかも追い風、この時は一日中上機嫌でしたね。おっと、でここの鈍行列車はこんなんです。で横に書いてあるマークはこれ、この辺りのサラブレッド街道とか、優秀ロマン街道とか呼ばれてましたね。道が人気が、うーん、そうですね。身と尻尾で親子が、お、会社の人にもちゃんと、あんまりちゃんと報告してないけど何やってるか言ってます。 JRA、 でかい門別の、こっちの方にある門別の競馬場があるんですよね。天気だとそんなに違ったかな。でこの辺りの町 あのカントリーサイン、大体馬ですね。でこれ浦河町、安定の、あれ2両じゃなかったかな、あ、1両だあれ1両か、1両ですね。さまに別品、別品キハ、あ、車両ですね、競走馬の、そうですね。でこれも分かりづらいんですけど駅です。これ何駅だったっけ、日高幌別駅か。馬これパッと見たら駅だと駅には見えないんですよね。郵便局とレストランと、あとついでに駅が入ってる感じです。うん、コンビニにも見えますね、馬で。あと別にこれ北海道ネタじゃないと思うんですけど、クマが出たんで一応写真撮っておきました。いや本当に駅の扱い小さいんですよ。どこだったっけな、函館の海に潜る手前 の駅もなんか偉い、商工会会館のついでに駅があるみたいな感じでしたね。黄色グマ、
熊が出た、急に熊が出たので。で、あとこの辺り、あの線路走ってるところがいいんですよね。多分この辺りも昆布干し場だと思います。昆布干し場と民家の間を海見ながら走るっていう、これ確かコメントで、あの何時頃列車が来るって教えてもらった時でしたっけ。こういうとこ走ってるのいいですよね、その体に。あれだと月の輪かどうか分かんないですね。予算は道路工事の話かな。黄色グマで、これ日高本線の途中の駅なんですけど、ちいちゃい駅で、まあ、駅舎としてはちょっと建て替わって新しいやつですかね。で、中がすごくあの駅寝しやすそうでした。ん、屋根の方、屋根っていうと車両ですかね。うん、錆びてますね。かなり古いんだろうな、これ。脱線。あの、波がかかったりすんのかな？謎、ん？煙突。あ、これか。これは、飾りでしょうね。多分。あ、ネロさん出たらしいですね。タイムシフト見てないや、そこのところ。タイムシフトのイベントリストが欲しいな。うん。あ、塩サビなんですかね、あれ。あとは、サビ止めの色でもあるのかな。で、これはかなり立派な駅舎です。駅舎のうちですね、これは。あの、車掌車両再利用駅が一番、あの、見てびっくりする。この後、翌日分か。翌日の写真で出てきますけどね。うん、プレハブレベルので、急にこれが、浦河町の、不自然な都会です。いや、そういう言い方したらよくないな。突然、今までと違う街になったんでびっくりしました。でもこれもあの一部だけがやたら綺麗になってて、途中からまた普通の市街地になるんですけどね。浦河の街ですね。そう、私も無人駅に一遍泊まったことあるんですけど、東北、南東北で、郡山の近くで11月か12月くらいにやって、えらい風邪ひきました。それ以来やってないんですよ。あ、毛玉ぐらいにしか。で、見てみたいな。ニュースウェブ WBS。ニュースウェブってなんだっけ？テレビの方なのかな？うん、で、ちょっと離れたらまたこんなとこですね。この辺り、町と町との間がだいたいこういう道なんですよね。何もなくなって。うん。浦河の新しいところはほんと揃えてありますよね。浦和レッズじゃなくて。いや、寒さこの時全然大したことなかったです。で、これは17時前ぐらいかな。日が傾いてきました。確かこの時は昼に宿撮ってたんだっけ？私にしては。写真、作品として写真撮ってることはないんですけどね。この街住みたいと思った。味としてはそれほどかな。あ、でもこの後そういえば急に寒くなったの、そういえば。で、三石温泉っていうのが宿の手前にあったんで、行ってみたら、こんなんでした。あの、潰れてんのかと思ったら移転してたんですね。で、尼崎どこだったっけ？駅舎寝袋が寒い。多分そっちの方が寒いと思います。で、ちょっとここは高台になってたんで、夕日が綺麗でした。水郡線、私が駅伝したのは水郡線の地下津駅ってとこです。あの駅舎新しいんですけどね、小さいところで。の、鉄のベンチの上で、一応マットを敷いて寝たんですけど、すごい風邪ひきました。あと寒さで翌日パソコンが起動しなくて、びっくりしました。うん。実際住みたい街は、難しいなぁ。一箇所に住み続けるっていう、まあ実際今一箇所に住んでるんですけど、あちこち行きたいなっていうのはありますかね。うん。で、三石温泉はこっちの方に移ってます。道の駅の方。なんて言ったっけ。三石温泉じゃなくて名前変わってるんですよ。なんだったっけ。まあ、なんとかって名前になってます。美しい。クリクリ。ん？クリクリ。届けなきゃ。うん、本当に細かく映るんですよね。テントはやっぱ中に空気があるんでだいぶ違うんじゃないですかね。ちなみに夏は暑いです。暑い日は
で、これ右の方にちょっと人映ってるんですよ、高台になってるところに。でズームして写真撮ったら、これ何やってると思いますかね。シルエットでこれ何やってるとこだろうと思ったんですけど、わかんないです。あ、近所で昨日来たらしいですね。さっきコメントで詳しいこと知りました。あ、確かクラゾとかそういう名前でした。この人何やってるんでしょうね。本読んでるのかと思ったら、本とから、あの顔の間に管が通ってるように見えるし、何やってんだろう。タブレットかな、本かな。これだけ見ると分かんないですよね。ただの木、人型をした言えた立場で申し訳ないです。で、この道の駅併設になってる元三井市温泉は420円で、あのすごい立派なんですよ。銭湯、東京の銭湯と同じような値段で、てか400円台でも、あのこっちの方だと少し高いなって思うぐらいにどこも安いんですよね。青森も安かったかな。で、これあのちょっと高級品です。160円だったかな、140円だったかな。で、風呂自体もあのどんな風呂だったっけ、忘れました。まあ、あのいいお風呂だったと思います。バリアフリー、うん、健康ランド、まあ、ここ多分できたばっかりなんでしょうね。そう、なんか腰に手当てと飲まなきゃいけないから。殿姫、湯船で写真は撮れないんですよ、人がいるから。で、撮らないと本当に忘れてしまいます。うん、人がいない時はたまに撮ったりしますけどね。で、あれは海の向こうです。あー、ダメだな、ちょっと分かりづらいですけど、イサリビですね。この時は2つぐらい見えてたかな。あの綺麗に撮ろうと思ったんですけど難しかったです。140円、ちょっと高いですよね。高級品です。健康ランドが和室で、温泉がつい燃料代がかからないと、ああ、沸かし直、あの、温める必要がないとってことですかね。湯の匂い、なんかぬるってた気はするんだけど、今回あの温泉あちこち入ったんで、もうだいぶ印象が混ざってます。確か露天風呂が茶色くなかったっけ、違ったかな、ここじゃなかったかな、コーヒー牛乳かな。私は牛乳の次がフルーツ牛乳で、その次はコーヒー牛乳ですね。コーヒー牛乳はなんかちょっと違う気がして、個人的に。で、そっからすぐでもないか、5キロぐらいかな。あの、三石駅前の三石旅館がこの日の宿です。確か一泊二食で5000円したかな、しなかったかな、そんぐらいですね。で、すぐ向こうがセイコーマート。いや、多分イカ釣りだと思います。イサリビ、そうそう、ミストの。海岸にはそうですね、ありました。あの高台に私も登ったんですけど、あのバンガローかなコテージかながいくつかありました。何でも盗撮、風呂ですか男風呂、三石町、あ、どうなんですかね。あ、なんだっけ、三石町なんかどっかに、なんかなんだっけ、ひらがなしになってたような、確か、あれなんだっけ、ああ、そうだ、新日高町か、そうそう、これ。これなってます。三石町、元三石町ですね。あ、そうか。じゃあ、ルートで三石町って書いてるのは今だと間違いになるのか。ん？カフェ飲料。朝飯でイカ食ったのはこの時だったかな？いや、朝飯でイカ食ったのは八戸の時じゃないですかね。で、玄関に自転車入れさせてもらって、あ、そうそう、一部なんか合併しなくて、あ、そっか、市にならなかったのか、町のままで。で、ボラの刺身と、あ、ボラの刺身と、宿の人も中身が何だかわからないって言ったメンチカツと、あと、肉じゃがっぽい感じの煮物と、で、右下のこれあの、うなぎです。これでまたご飯が進んで、やばかったですね。ね、あ、ニーカップが何でしたっけ、濁音が、新日高市、日高市。
ん？逆さま、今どれが逆さまだっけ？ほんと一泊、5000円弱だったか強だったかどっちかです。多分5000円ちょいかな。で、この後GoPro も一緒に撮りながら配信しました。まあ、いつもの宿配信ですね。これ GoPro 映像くっつけて意味あるかなと思いながら、1週間以上の旅行だと最初の頃のタイムシフトが録画できないんですよね。なので GoPro も一緒に撮ったりしてました。あれコメントが、流れてる、だいぶ流れてすいません。民宿、本当に、ありがとうございます。旅に出てください。そしたら私の思惑通りなんで、わからない、多分揚げるだけの状態になってるコロッケなんだと、コロッケというかメンチカツだと思うんですよ。多分あれチーズが入ってたんじゃないかな、画質が。というわけでこの日の分の終わりも終わりですね。これで3日目が終わりか。23分、もうちょい行けますね。